Hi everyone, this is Toki. 今回は奇妙なタイムスリップ。このチャンネルで2度にわたりイギリスリバプールのタイムスリップを取り上げましたけれども、今回もそのリバプールです。世界的に有名なグループビートルズを生んだ街です。これは2006年に起きた出来事です。リバプールにハノーバーストリートというストリートがありました。そこに当時19歳の少年ショーンが走っていたのです。ショーンはなんと盗みを働いてしまいました。で、警備員を振り切って走って逃げたんですね。しかし後ろから警備員はついてきていました。そして行き止まりになってしまったんです。焦ってどこかに逃げようと思うんですけれども、これ以上先に進めないと諦めて振り返ったんです。警備員が来たらおとなしく捕まろうと覚悟を決めたんですね。ところが待っても待っても警備員が来ません。きっと警察がその代わりに来るんだと。警備員というのは途中までは追いかけますけれども危険ですから、そこから警察に通報することもあるんですね。深追いするなということでコンビニエンスストアの店員さんたちは教えられているようですね。何か盗まれた時、誰でも簡単に入ってこれて玄関からレジまですぐですから、何か盗まれてしまう恐れがあるわけです。危険と隣り合わせの仕事ではあるんですよね。それでコンビニ店員として、アルバイトをしたいということで、やるときにその教えとしては何か危険な目にあってはいけないので、盗まれたときには深追いするなと。犯人が逆上して何をするかわからないということで、そこまで深く追わなくて、とにかく警察に通報しなさいということは教えられるようですね。この時ショーンはあまりにも早く走ったものですから、息を切らして心臓も痛かったそうです。しかし待っても待っても誰も来ないので、あれおかしいなということで、このハノーバー通りを再び歩き始めたんですね。しかし何かがおかしいんです。舗装も通りも違って見えてくるんですね。走ってる車がとにかく古い、道路工事やっていたんだけどなって思い出してるんですね。そこは 2,3 日前に来た場所なので道路工事をしていたのを覚えてるんです。しかしそれもない、結構大掛かりな工事だったそうなんですが、2,3 日で終わるのかってちょっと不思議だったんです。そこから歩いてボールドストリートに入っていきました。すると知っているバーのあたりは草むらになっていたんです。あれ、ここバーがあるんだけどなと。いつも行くバーなのでよく知ってるそうなんですね。ところが全くそのお店がなくなって草むらになっている。だんだんパニックになってしまいました。落ち着け、とにかく落ち着けと自分に言い聞かせながら、ショーンはポケットから携帯を取り出したんです。しかし全くつながりません。ネット環境がないかのごとく機能しないんです。どうしようどうしようと思いながらこの携帯を握りしめて歩き始めました。すると通りに新聞を売っているキオスクがあったんですね。そのキオスクが目に入り、そこに走っていきました。すると新聞が置かれてるんです。デイリーポストでした。日付を見るとなんと1967年5月18日の新聞なんです。ショーンは自分がいた2006年に戻りたいと強く願いました。一瞬にして2006年から1967年に飛んでしまったというんです。ショーンはその日付を見て怖くなって、その新聞をそっと置き、また歩き始めたんですね。つか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 と通りを歩いていきました。歩いてる人たちの服装がやはり古いんです。どうしようどうしようと。で、大きな建物があり、そこを通り過ぎました。そこでなんとなくまた携帯を見たんです。すると電波が戻っていました。ショーンは現代に戻ってきていたのです。しかしそれが現代なのかその時はわからないんですよね。歩いてる人を捕まえて、今年は何年ですかって思わず聞いたそうなんです。ね、2006年ですけどとちょっとびっくりされたそうなんですけれども、それでようやくほっとしたんですね。場所もリバプール、そして2006年、ちゃんと戻ってきたと。今現代っぽいところに戻ったといっても、それが2006年なのか何年なのかがわからないので、とても怖かったそうなんですね。トーキーがもしタイムスリップしてまたこちらに無事に戻ってこれた時に一番言いたい言葉は、今は何年ですかっていう言葉が言いたいですね。本当に
確認をしたいと思います。過去に行ってまたこちらに戻ってきて、まあ、過去だけではなく未来に行ってしまう可能性もありますもんね。タイムスリップですから。まあ無事に戻ってきたショーンなんですが、その時振り返ったらなんと現代の人たちの間に昔の1960年代の人たちが紛れ込んでるんですって。両方見えてるんですね、ショーンにとっては。これがですね、不思議なんですよね。やはりパラレルワールドっぽいなと思いますし、この例えば私が今ここに座ってます。しかし1960年代にここに座っていた人がいるかもしれないということなんですね。そのハノーバーストリートとかボールドストリートはその当時からあまり姿が変わってないそうなんです。例えばその年代によって建物があったりなかったりはするかと思いますけれども、その場所に人々が生きていたのであれば誰かがそこの通りを歩いていた、つまりこの時間誰かが歩いてるんだけれども、それは何十年も前に誰かが歩いた道なんです。それが重なって見えたというのがね、一番このお話の中で興味深いなと思いました。よくインターネットとかで日本の明治時代あるいは江戸時代の人々のカラー写真、まあ、カラーを後でつけたんでしょうけれども、そういった写真を見ると今の人たちと全く変わらない笑顔がそこにあるんですね。ですから私たちは今ここは未来の自分たちはここに立ってるんだと思うかもしれませんが、100年前の人たちとあんまり変わらないんだと思いますね。その日本人がパリの万博に行ったでしたっけ、何か動画があったんですよね。その時100年前の日本人女性の言葉というのが録音されてたんですね。そっくりなんですよ今の、まあ、チャキチャキの江戸っ子っていう感じで、江戸弁っていうんですかね、全く足が疲れちまったよみたいな感じで話してるんですけども、チャキチャキしてるんですよね。 でもやはり今と変わらない日本語で、あ、すごいんだな、変わらないんだなって本当にちょっと思いましたね。私はそれと同時に昔の日本人が本当に着物をつけていたかどうかはわからないと思ってたんですね。しかし実際にその当時、撮影された写真を見て初めて、あ、時代劇ってある程度は再現してるんだなってようやくこう納得がいったといいますか、本当に普段から着物をつけてたんだなと思いましたね。いなせな粋な雰囲気もあるんですよね。女性のうなじがかっこいいんですよね。ピンと背筋が伸びて、後ろ手にこの着物の着方がうまいんですよね。やはり昔の人は慣れてらっしゃると言いますか、あの粋なお姉さんみたいなこの風情がいいですね。まあ、リバプールのお話なのでイギリスにも触れておくと、イギリス人昔の人々は女の人ですね、自分で手縫いでドレスを縫ってたそうなんですね。もうすごく手が早いんですね。まあ、毎日のことなんでしょうけれども、布をパッと開いてですね、午前中で仕上げてそのドレスを着てランチに出かけていたそうです。すごいですよね。自分たちがじゃあ今から自分で、まあ、簡単なワンピースでも作ろうと思って、まあ、早い人は早いんだと思いますが、私は絶対に何日かかかるなと思うんですが、朝で仕上げて午後のランチにそれを着ていくという、そういったのがまあ普通に行われてたっていうんですね。まあすごいことです。タイムスリップのお話から昔へ思いを馳せてみました。まあ、もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。Thank you.